はいえー、画面を切り替えさせていただきました。改めまして皆様、こんにちは。オートデスクの大浦と申します。よろしくお願いします。えー、今日のセミナーは、ですねナビスワークスの最新情報と属性負荷テクニックのご紹介ということで、えー、ご説明させていただきたいと思います。 でまず最初に NavisWorks のちょっとした概要なんですけども、まあ、弊社オートデスクナビ n a v i s w o r k s という製品なんですけども、えー、こちらの製品はですね、3D モデルの統合、えー、あるいは 4D、5D のシュミュレーション、フォトリアリスティックなビジュアライゼーション、まあ、こういったことを行ってですね、プロジェクトのレビューを行っていただくソフトウェアという形でご提供させていただいています。で、この NavisWorks なんですけども、3種類提供されておりまして、NavisWorksManage、n a v i s w o r k s s ワ m u l a t e NavisWorksFreedom、 まあこの3種類がです、ね、提供されていますでこのナビスワークスで、まあ、どんなことができるのかということなんですけども、まずさまざまなファイル形式に対応しておりますので、さまざまな 3DCAD で作られた 3D のモデルをです、ね、ナビスワークスに取り込んでいただいて、まあ、統合していただいて、そのモデルのジオメトリーとプロパティ情報をです、ね、扱っていただくことができると。 さらには、えーまあ今日の本題でもあるんですけれども、外部のデータベースとリンクさせて、ですねプロパティを新たに追加して、まあ、それを活用していただくということが可能です。また、そうして統合したモデルに対して、ですね鑑賞チェックを行ったりですとか、あるいは 4D のシミュレーション、まあ、アニメーションを作ったりと、まあ、こういったことが行えます。また、まあ、レビューのソフトウェアということで、ですねその統合したモデルをいろいろ閲覧いただいたり、 まあレビューという形でですね、マークアップをつけたりとか、まあ、計測をしたりで、さらにそのデータをですね、もっと広くさまざまな人にこう活用いただくために、パブリッシュしていただいて、まあ、無償のビューワーで閲覧いただくと、まあ、こういったことがですね、このナビスワークスを使っていただくことで可能になっています。で先ほどナビスワークスは3種類あるという話をしたんですけども、真ん中、ナビスワークスシュミレートという製品ではですね、 さまざまなファイル形式を取り込んでいただいて、まあ、それをリアルタイムのナビゲーションしていただいて、まあ、閲覧いただくと。で、レビューの機能を使っていただいてですね、計測とか、あるいはマークアップをしていただくと。で、それをパブリッシュしていただいて、まあ、関係者と見ていただくということとか、あるいは、えー、スケジュールの情報を合わせていただいてですね、4D の施工シミュレーションを作ると。まあ、こういったことがこのシミュレートというものでできます。で、この NavisWorks シミュミレートの機能をすべて含んで、 さらに、干渉チェックの機能が提供されているのが、ナビスワークスマネージという形でですね提供されている製品ということになります。で、AEC コレクションの中で提供されているのは、まあ、このナビスワークスマネージがですね提供されているということになります。それから下の方にですね、ナビスワークスフリーダムと。 ありますけどもこれは無料のビューアーということで、まあ、オートデスクのホームページからですねダウンロードしていただいて使っていただくことができるんですけども、ナビスワークスで作っていただいた NWD という拡張子のファイルを閲覧するために使っていただいたり、あるいはリキャップの天群データをですねこのフリーダムで閲覧いただくと、まあ、こういったことが可能になっています。でまず最初にですね。 現在、ナビスワークスの最新バージョンがこの2022というバージョンがリリースされていますので、まあ、今回のこのナビスワークス2022のですね新機能をまず最初にざっとですねご紹介したいと思います。まず1つ目がですねスマートプラント 3D ファイル、拡張子が VUE というものなんですけども、こちらが標準でサポートされました。従来のナビスワークスのバージョンでは、このスマートプラント 3D ファイル スマートプラント 3D のファイルはです、ねえー、別途プラグインという形で提供されていまして、まあ、それをインストールすることによって対応していたんですけども、まあ、今回2022からです、ね、標準サポートになりましたのでナビスワークスをインストールいただければこのスマートプラント 3D のファイルをです、ね、そのまま扱っていただくことができるようになっています、まあ、ちょっとご覧いただこうと思うんですけども、まあ、こちらナビスワークスの2022なんですけどもファイルを開くでですね 対応しているファイルの種類、さまざ、あ、まなファイル種類対応しているんですけども、こちらにスマートプラント 3D、えー、拡張子が VUE というものが対応してますので、まあ、こちらを使ってですね、えー、例えば、こちらのファイルなんですけども、開いていただくことによって、まあ、こんな形でスマートプラント 3D のデータをですね閲覧いただくことができるようになっていますで。スマートプラント 3D の方でですね、 単にこのジオメトリーだけではなくてさまざ、あ、まな属性情報を持っているんですけれどもスマートプラント 3D が持っていたこういった属性情報もですね、ナビスワークスの方で閲覧いただくことが可能になっています。それから DGN のファイルリーダーにですね、モデルを変換というオプションが新たに追加されまして、まあ、これを使っていただくことによって DGN のファイル マイクロステーションのファイルをロードするときに、えー、どの状態のモデルをです、ね、ロードしてくるのかというのを選択することができるようになっています。それ以外のファイル形式もです、ねえー、新しいバージョンのファイル形式の対応の追加といったことが行われていて、例えば JTOPEN の9.1のファイル形式に対応して読み込むことができるようになっていたり、あと、 OBJ のファイルがですね、今回、NavisWorks2022 で対応しましたので、拡張子が OBJ のファイルをですね、NavisWorks で取り込んでいただいて、活用いただくことができます。まあ、ただ、1点注意点としては、えー、テクスチャ、マテリアルの方はですね、この OBJ のファイルのテクスチャの方は、ちょっとうまく読み込めない場合があるので、ちょっとこちらはご注意いただければと思います。 それからソリッドワークス2021のファイルであるとか、シ、えーメンス NX ファイルのバージョン187に、えー、こちらの方に対応すると。そしてバイナリーの STL ファイル、拡張子が STLB というやつなんですけども、こちらもですね、NavisWorks2022 で対応しましたので、これらのファイルを読み込んで NavisWorks で活用いただくことができるようになっています。また従来サポートしていた ラソリッド SAT のファイルとか、あるいは IFC とか Revit ファイル、えー、マイクロステーションの IDGN ファイル、まあ、これらのサポートもです、ね、引き続き行われているんですけども、より、えー、正しく読み込めるようにです、ねえー、いろいろな改善がされているというふうになっています。それから、インベンターの機能で、インベンター2 0 2 2のです、ね、新しい機能で、同じコンポーネントをこう複数配置したときにです、ね、例えば今画面でこの4つの コンポーネントが、まあ、同じものがこうインスタンスとしてこう配置されてるんですけども、インベンターの方でですね、同じインスタンスなんですけども、異なるプロパティを設定するということができるようになったんですけども、NavisWorks2022 でですね、そのインベンターのファイルを取り込んだときに、ちゃんと異なるプロパティをですね、ちゃんと読み込んで NavisWorks の方で表示すると、まあ、こういったこともできるようになっています。それからデータツールスのパフォーマンスの改善と。 いうことで、まあ、実は今回、えー、ご紹介する内容の、まあ、主題の一つなんですけども外部データベースとリンクするデータツールズという機能がですねナビスワークスで、えー、以前から提供されているんですけども、まあ、そのパフォーマンスが改善されてですね、まあ、従来、えー、ちょっともっさりした動きであったんですけども今回2022でですね、えー、データツールを使って外部のデータベースとリンクするときにも、えー まあそこそこ快適にですね、使えるようになりましたので、まあ今日はですね、そのやり方を、えー、ちょっとご紹介しようと思っています。それから、えー、UI スケーリングを有効化っていうオプションがですね、新たに追加されまして、もし皆さんがですね、NavisWorks を高解像度のモニターで使っている場合にですね、まあ、UI の尺度を正しく設定することができるように、まあ調整するオプションとしてですね、この UI のスケーリングを有効化っていうオプションが、えー、オプションエディターの ユーザーインターフェースのところでですね、えー、提供されています。それから、えー、弊社の方でで、すねボルトという、えー、ドキュメント管理のツールが提供されていますけれども、このボルトとまあ、a v i s w o r を連携して使っていただくために、ですねボルトアドインというものがナビスワークスで使っていただくことができるようになっていて、ナビスワークスの方からボルトの上のですねファイルを、えー、チェックイン、チェックアウトしていただくことができるんですけども、まあ、その時にですね、 えー、ボルトに保存されている最新のバージョンをちゃんと取得してです、ね、タビスワークスの方でこうで表示するというところが、えー、行われるというふうに改善されています。それから、ちょっとこれがですね従来のナビスワークスのユーザーの方に特にちょっと注意いただきたい部分なんですけども、従来ナビスワークスを AutoCAD とか Revit、3DS Max、まあ、こういったソフトがインストールされているマシンに。 ナビスワークスをインストールするとですね、同時にそれらのソフトにナビスワークスの NWC というファイルを書き出すための機能をですね、提供するというふうになっていました。画面の右下の方にですね、レビットの場合ですと、レビットのこの外部ツールのところにですね、ナビスワークスのメニューが追加されて NWC を書き出したり、あるいはスイッチバックの機能を使う。3ds Max の場合はこんなふうにですね、ナビスワークスのファイルを書き出すという機能が追加されると。 というのを提供するナビスワークス NWC エクスポートユーティリティというものがありました。これは従来ナビスワークスをインストールするときに一緒にですねインストールされていたんですが、今回ナビスワークスの2022からですね一緒にインストールされないというふうになっていますので、もし、えー、こういったナビスワークスのエクスポーターを使ってですねレビットとか 3ds max にナビスワークスのファイルを書き出す機能を追加したいと。 というこでであればですね、まあ、ちょっとこの資料にリンクを貼っておいたんですけども、こちらのオートデスクのホームページの方ですね、NavisWorksNWC エクスポートユーティリティというページがありますので、こちらの方から NWC エクスポートのユーティリティをダウンロードいただいて、ですねそれでインストールいただく必要がありますので、ここの部分、えー、ちょっとですね、えー、従来ととるまが違いますので、ご注意いただければと思います。 それから、これはナビスワークス2 0 2 2の新機能というよりはですね、まあ、n a v i s w o r k と弊社クラウドサービス、VIM360 とか、オートデスクコンストラクションクラウドと連携するための機能ということでですね、コーディネーション・イシュー・オートデスク・ナビスワークスというアドインがですね、提供されています。オートデスクのアップストアの方からですね、このアドインをダウンロードしていただくことによって、 VIM360 とか Autodesk Construction Cloud のモデルコーディネーションというモジュールの中のですね統合モデル空間の中に、まあ、NavisWorks のファイルであったりとか、あるいは、まあ、Revit のファイルとかでもいいんですけども、まあ、こんなふうにです、ね、統合モデル空間に、あすみません、統合モデル空間に NavisWorks のファイルは入れられないですね。えー、Revit と Autocad と,と IFC、えー、のデータですね。まあ、このデータなので、このデータが入っているときに NavisWorks の方から この統合モデル上のデータをですね、開いてきて扱うということができます。で、さらに、この統合モデルの方にですね、この指摘事項がついている場合に、ナビスワークスの中で、その指摘事項の内容を確認したり、あるいはナビスワークスの方から指摘事項を作成したり、返答したりと、そういったことがですね、このアドインを使っていただくことでできるようになっています。それから、その統合モデルのファイルを開いたときにですね、 プロパティの表示が従来のビ、えーム3 6 0とかコンストラクションクラウド上のビューワーで表示されているカテゴリーと同じようにですね、えー、n a v i s w o でも確認できるようになっているというふうになります。まあ、こういったアドインをですね、a u t o d e のアップストアの方からダウンロードいただいて、えー、使っていただくことができるようになっています。それから、まあ、こちらはちょっと参考情報なんですけども、えー、と以前、 ちょうど1月ですかね、前回、ナビスワークスのセミナー、オンラインのセミナーをさせていただいたときに、干、ま、渉、あ、チェックの、まあ、いろんな機能をですね、ちょっとご紹介させていただいたんですけども、まあ、そのときにいただいたご意見の一つにですね、ナビスワークスのこのマネージの、ナビスワークスマネージの干渉チェックの、まあ、機能は分かるけれども、どういうふうにこう使っていったらいいのかっていうのをですね、えー、何かこう、チュートリアルとか、えー、そういったもので知りたいと。 という要望がありましたので、まあ、今回、ダビスワークスマネージの鑑賞チェックの入門という形でですね、ちょっとテキスト、それから実際そのテキストの内容に沿った動画を作りました。こちらの方からですね、ダウンロード,さいダウンロードしていただいて、ご覧いただくことが、あるいはこのテキストとデータをですね入手いただくことができますし、あるいはこの動画は YouTube の方にも公開されておりますので、YouTube の方でこの動画を見ていただくということも可能になっています。 で今日私がこの使っている資料はですね、えー、後ほど、あのー、最後にですね、アンケートにお答えいただきますと、えー、この資料をですね、ダウンロードできるところをご案内しますので、えー、後で資料を入手してですね、ご確認いただければと思います。それでは、えー、もう一つの問題の方ですね、えー、属性の負荷ということで、えー、ご紹介していきたいと思います。でで,ですね いろんなモデルを読み込んでいただいて、当然、そのモデルが持っていた属性をナビスワークス上でこう確認していただくということはできるんですけども、まあ、実はナビスワークス上でですね属性をこう付加するということも実はできるようになっていて、まあ、大きく3つやり方があります。まあ、その3つのやり方をですね、えー、これからちょっと簡単にですね、えー、ご紹介していきたいと思います。まず1つ目がリンクを追加と。 いうことで、まあ、今までオートデスクの方からもです、ね、ナビスワークスのこうテキストなんかで,です、ね、属性を追加する、あるいはドキュメントとこうリンクをつけるというような時にですね、まに、あ、このリンクを追加というやり方をご紹介させていただいたかと思います。オブジェクトを選択してです、ね、まあ、右クリックして、このリンクを追加というのを選びますと、そのオブジェクトに対してです、ね、ファイル、まあ、ドキュメントとかですね、 もしくは、えー、URL に対してこうリンクを貼るということができますので、まあ、これを使っていただくことで、NavisWorks 上のモデルに対して、まあ、こういったリンク情報を付加することによってです、ね、活用していただくことができるようになっています。でこのリンクの情報はです、ねえー、このリンクというアイコンで、まあ、こういったアイコンとかラベルで表示するしないと。 いうコントロールができますし、さらには、えー、ちょっと後で実際にご紹介しますけども、まあ、こういった表示の仕方もですねコントロールすることがこのオプションエディターの方でできるようになっておりますので、まあ、これを使っていただくと、またちょっと面白い使い方がですねできるんじゃないかなと思います。まあ、ちょっと順番に手順も含めてですね、えー、ご紹介していきたいと思います。 えー、ごく単純なちょっとレビットのです、ねえー、配管のモデルをちょっと開いてきたんですけども、まあ、こちらにまずオブジェクトを選択して、まあ、このプロパティのパネルのところで、ですねそのオブジェクトが持っているプロパティの情報をこういうふうに確認することができるんですけども、これを右クリックしていただいて、リンクの中にですねリンクを追加っていうメニューが出てきますので、これをつけ、 使わせていただくことによって、このモデルに対してですね、えー、ファイルとか URL に対するリンクっていうのをつけることができるようになってます。例えば、えー、今回、オートデスクのホームページに対してですね、えー、リンクを貼ってみたいと思うので、例えば、オートデスクと、えー、名前をつけてですねで、こちらにアドレス、https のこのスラッシュスラッシュの ww.autodesk.co. JP という形でですね、つけます。で、カテゴリーがラベルとハイパーリンクを選べますので、まあ、今回、ハイパーリンクという形にしておいて、で、アタッチポイントっていうのは、このオブジェクトのどの位置にですね、このリンクをつけるかっていう形なので、何も指定しなければ、オブジェクトの中心にですね、このリンクが貼られます。で、OK と。で、この状態ですと、まあ、これに実際リンクがついているかどうかっていうのはちょっと分からないんですけども、こちらのですね、ホームタブの このリンクというアイコンをクリックすると、このオブジェクトに付加されているハイパーリンクの情報、まあ、こういったアイコンでですね表示されます。なので、えー、こいつをクリックしてあげれば、こんな形でですねオートデスクのホームページが開いて、ナビスワークスのオブジェクトの方からですね、まあ、必要な情報にこうジャンプしてくるということが可能です。 まあ今、ホームページの URL、リンクしましたけども、あるいはドキュメントに対してもリンクをすることが可能なので、同じように、リンクのリンクを追加で、今度は、本日の資料ということで、PDF のファイルをですね、リンクしてみたいと思いますので、こちらの、ドキュメントということで、PDF のファイルをですね、選んでいただいて、で、ハイパーリンクで OK と。 やるとまあ、こういった形でまたアイコンが出てきますので、このアイコンをクリックしていただくことで、こちらの PDF のファイルがです、ねまあ、リンクされているということになります。まあ、こんな形で、まあ、ごく簡単にです、ね、このリンクの追加の機能を使っていただいて、NavisWorks 上のオブジェクトに対して、えー、URL とかです、ね、ファイルに対するリンクを貼ってあげるということができます。で この機能のちょっと応用編というかですね、ちょっと使い方なんですけども、えー、こちらのオプションのエディターの中でですね、インターフェースの中に、えー、こちらにリンクというのがあります。で、このリンクの中にですね、このリンクをどういうふうに表示するか、さらには先ほどのカテゴリーでですね、ハイパーリンクとかラベルとかありましたけども、ハイパーリンクだったらアイコンで出して、ラベルだったらテキストで表示するというようなコントロールがで,ですね、 こちらでできるようになっていますでこれを使っていただくことによって、ですね例えば、あるお客さんからちょっと質問があったときに、えー、こういうやり方はどうでしょうっていう案内がしたのがあったんですけども、それはナビスワークスの中で、こういったモデルを表示するところに、ですねこれが何かっていう文字情報をこう表示したいと。 というリクエストがあったんですけども、まあ、それをやるためにですね、まあ、このリンクの追加の中で、えー、やってみてはどうでしょうというご案内をしたんですけども、例えばオブジェクトを選択して、リンクの追加でですね、で、えー、例えばこれが正規項なので、えー、正規項と。 いう形で入れてあげて、まあ、リンクは何も入れないでですね、でカテゴリーはラベルにしてあげて、追加すると、こういうふうに画面上にですね、このオブジェクトが、えー、この正規項ですよみたいな形で、えー、画面上にですね、表示されます。で、これだとちょっとまだ分かりにくいということであれば、例えばこちらのオプションエディターのですね、リンクの表示の方法の設定のところにですね、引き出し線のオフセット。 まあここを例えば50とかにしてあげるとですね、こんなふうに矢印というか、タグみたいな形でですね表示することができますので、視点をこうぐるぐる変えても、ですねこのオブジェクトがまあどういうものなのかということを示すということが可能になります。でも、これがいらなければ、このリンクをオフにすればですねえ表示されなくなると。まあ、ただ、もちろん情報はまだ持っていると。 という形でですね、使っていただくことができます。これがまず1つ目のですね、リンクを追加という形で、えー、NavisWorks 上のオブジェクトにですね、まあ、ドキュメントとか、あるいは URL に対するリンクを付加するという形のやり方です。から2つ目、次のやり方なんですけども、カスタムプロパティを追加するということで、まあ、実は NavisWorks では、 いろんな、あのー、3D のモデルのデータをです、ね、ナビスワークスに取り込んできて、まあ、活用していただくことができるんですけども、ナビスワークス上で新たに何かモデルを作るということはできません。で、モデルを作るということはできないんですけども、実はプロパティを作ると、あるいはまあプロパティを新たに追加するということはです、ね、実はこのカスタムプロパティの機能を使っていただくことでできるようになっています。 具体的に手順としてはこんな形になるんですけども、何かオブジェクトを選択していただいて、そしてこのプロパティ、プロパティウィンドウのところをですね、右クリックしていただくと、新規ユーザーデータタブを追加というメニューが出てきますので、これを選んでいただくとですね、プロパティのところにユーザーデータという新たなタブがですね、追加されます。 でこのユーザーデータというタブのところをですね、さらに右クリックしていただきますと、新規プロパティの挿入というメニューが出てきて、プロパティを文字列として追加するのか、ブーリアンとして追加するのか、不動小数点、整数として追加するのかっていうのが選ぶことができるようになってますので、まあ、これを選んでいただいて、えー、例えばこういうふうにですね、ステータスというプロパティを追加して、 でそれに対する値をですね、こうダブルクリックしていただいて、まあ、具体的に文字列だったら、文字列の内容をです、ね、入れていただくことによって、こういった新たなプロパティ情報を追加して活用していただくということができます。でもちろん、このユーザーデータというタブがありますけれども、このタブの名前はですね、えー、自由に変更することができるので、まあ、ご自身で何か目的のですね、えー、名称に変えていただいて、活用していただくということができるようになっています。 まあちょっと実際にですね、画面でやってみたいと思います。えー、例えば、何かオブジェクト最初に選択しないといけないので、まあ、オブジェクトを選択してですね、で、こちら、今これ元がレビットのファイルなので、レビットのこういったプロパティ情報が出てるんですけども、まあ、ここで、このプロパティのパネルのところでですね、右クリックして、新規ユーザーデータタブを追加というメニューが出てくるので、これを選んでいただくことによって、 ここにユーザーデータというです、ねえー、新しいタブが追加されます。で、ここに自分の追加したいプロパティ、どういう種類のプロパティかということでですね、新規プロパティの挿入というところで、文字列とかブリアン等小数点、整数という形で選んでいただくことができます。で、例えば文字列ということでですね、 さっきのやつですと、ステータスという形で入れているので、ステータスで、で値としてですね、ここをダブルクリックしていただくと、こういったプロパティの値を入力するっていうボックスが出てきますので、ここで、えー、例えば、搬入済みというような形のですね、ステータスの情報を入れてあげると。でもちろん、このユーザーデータ、えー、この情報をですね、 こんな形で新たに追加してですね、活用していただくことができます。ただ、えー、ちょっとご注意いただきたいのはですね、あくまでも選択しているオブジェクトに対して、この新しいプロパティを追加したという形になりますので、えー、同じモデルであっても、こっちにはですね、えー、選択してなかったので、当然、項目は追加されてませんので、あくまでもこの選択していたオブジェクトにこのプロパティが追加されたと。 いう形になりますなので、1、えーまあ、個2個だったらですね、こういうやり方で追加していただければ全然いいかと思うんですけども、大量に、大量のオブジェクトにですね、えー、属性情報を新たに追加したいという場合には、ちょっとこのやり方ではですね、えー、ちょっと大変になってしまうかと思います。まあ、そんな時にはですね、次に紹介する3つ目のやり方。この外部データベースとリンクすると。 このやり方をやっていただければです、ね、複数のオブジェクトに対して、一括で属性データを新たに追加するということができるようになります。で、このやり方を使っていただくことによってです、ね、NavisWorks のオブジェクトと外部データベースが持っていたテーブルのこの情報、その情報をです、ね、こうリンクさせることによって、NavisWorks のオブジェクトをまあ選択したときにです、ね、さっきのプロパティのところに、 外部データベースの方から取り込んだ情報、プロパティの情報をです、ね、表示するということができるようになります。で、これはですね、ODBC のドライバーを使って接続するという形になりますので、いろいろなデータベースと、まあ、この ODBC を返すことによってです、ね、ナビスワークスのモデルと結びつけて、まあ、こういった新たなプロパティをです、ね、追加して活用していただくということが可能です。 ただ、この時に1つ、まあ、注意点というかですね、まあ、大きな、えー、考えなければいけないところなんですけれども、具体的にこのデータベースの情報とラビスワークスのモデルとこう結びつける、まあ、リンクさせるっていう作業が必要になるので、お互いオブジェクトのどれと、 データベースのどれをこう結びつけるかっていうことをですね、えー、区別する必要がありますので、まあ、ここにちょっと書いたんですけども、オブジェクトのプロパティには、データベース内のデータへの1位の識別子が必要になると、えー。どういうことかというと、例えば NavisWorks にですね、Autokad のデータを読み込んできたときには、Autokad には各オブジェクトにですね、えー、個別の番号が振られています。 でそれはエンティティハンドルと呼ばれるものなんですけども、このエンティティハンドルを使って、例えばデータベースにですね、このエンティティハンドルにはこの情報っていうような形の情報を持っていれば、そのエンティティハンドルの情報と、モデルが持っているエンティティハンドルをこう結びつけることによってですね、その内容を確認するということができます。 で同様に、レビットの場合ですと、要素 ID というのがですね、必ずオブジェクトを持っているので、その要素 ID と、オブジェクトが持っている要素 ID と、でこのデータベース側で、この要素 ID だったら、この情報と結びつけるみたいな形のですね、えー、定義をしておくことによって、お互いをですね、結びつけて活用していただくことができるということになります。で、これ、後でご紹介しますけども、こうした 外部データベースとリンクする仕組みによって作られた、まあ、こういった新たな属性情報、プロパティの情報なんですけども、この情報は NWD のデータに埋め込むこともできるようになってますので、この埋め込んだデータを NWD に書き出してです、ね、NavisWorks フリーダムの無償のビューアーの方で閲覧いただくということも可能になってますこのやり方は後でご紹介します。 まあでは、順番にですね、この外部データベースとリンクさせることによって、ナビスワークスのモデルにですね、新たな属性、プロパティ情報をこう付加するという手順をですね、ちょっとご紹介したいと思います。で、いろんなデータベースとこうつなげていただくことができるんですけども、まあ、今回は一番手軽にですね、マイクロソフトエクセルのデータと ODBC を介してですね、ナビスワークスのモデルに属性情報を付加するというところをやってみたいと思います。 でまず、えー、順番としてですね、当然、Excel のファイルが必要になります。元の Excel のファイルが必要なので、まあ、Excel のファイルを必要、えー、用意する必要があります。で、この時にですね、えー、ちょっと内容としてチェックしておく必要があるので、まず、ファイル名として、まあ、今回は室内機ステータス .xlsx という Excel のファイルを用意しています。まあ、こういうファイル名ですね。それから、シート名、まあ、ここですね。 このシート名が室内機状況という名前で今作ってあります。で、各、えー、フィールドの項目の名前、項目の名前ですね、えー。項目の名前というのと、要素 ID 値、ステータス、日時、担当者みたいな形の項目があって、まあ、それぞれ値が入っているということになります。で、ここでさっきですね、えー、要素 ID とかエンティティハンドルでオブジェクトをこう1位に 指定することができるものをこう作っておくという話をちょっとしましたけども、まあ、今回、元がレビットのファイルなので、えー、要素 ID を使ってですね、この要素 ID を持っているオブジェクトには、この行のですね情報を結びつけたいと。で、この要素 ID を持っているものには、この行の要素を結びつけたいという形でですねやっていきたいと思いますので、まあ、要素 ID は当然、ダブってるものはないという形で作ってあります。 でちょっと、えー、見てみたいと思うんですけども、まず、Excel のファイル、ちょっと見てみたいと思います。えー、室内機ステータスっていう Excel のファイルですね。このファイルなんですけども、えー、この Excel のファイル、シート名が室内機状況という形になっていて、えー、項目の名前とか要素 ID 値、ステータス日時担当者っていう項目がついていて、要素 ID 値っていうところにですね、各オブジェクトを特定する要素 ID が入っていると。 いう形になっています。で、ナビスワークスの方もちょっと見ておくとですね、えー、このオブジェクトを選択すると、プロパティのところにですね、要素 ID というカテゴリーのタブがあって、その中にプロパティとして値というものがあって、で、この値の内容がですね、デビットが定義していた要素 ID の値が入っていると。で、これは必ずオブジェクトによって別々の番号が入っているので、えー この番号だったらこのオブジェクトという形で、えー、特定することができるというふうになっています。で、まあ、それを踏まえてですね、えー、作業していきたいと思うんですけども、まあ、こういった Excel のファイルをまず用意しますと。で、次に NavisWorks の方で、えー、操作をしていくんですけども、NavisWorks の方でですね、このデータツールスという機能があるので、 このデータツールスという機能を使っていただくことによって、外部のデータベースとリンクするということができます。で、このデータツールスという機能を使うとですね、こんなウィンドウが表示されてくるんですけども、まあ、前もって設定しておいた内容がこう出てきたりするんですけども、この新規というボタンをクリックすることによってですね、新たな接続のリンクをですね、作ることができるようになってます。で、この新規の ボタンをですね、クリックしていただきますと、まあ、こういったダイアロボックスが出てきて、まあ、どういう内容でデータベースを接続しますかっていう形を聞いてきます。まあ、なので、名前を入れて、ODBC のドライバー何を使うかと、まあ、今回、Excel なので、Excel ドライバーを使うという形になるんですけども、まあ、ここがあの相手のデータベースによって、ですね、どのドライバーを使うかっていうのがまあちょっと変わってくると。 いうことになります、まあ、ここまでちょっとやってみたいと思います。ナビストワークスの方でですね、えー、ホームタブのところに、このデータツールスという機能があるので、このデータツールスを使って、データツールスのダイアロボックスを出していきます。で、この新規のボタンをクリックしてですね、えー、新規リンクということで、まあ、どういうリンクをするのかっていう形で定義をしていきます。で、名前ですね。 まあここではちょっとエクセルリンクという形で、ああ、ちょっと間違ってますね。Excel リンクという形で名前を、まあ、名前は別に何でもいいので、えー、ここを適当に入れてください。ODBC のドライバーのところにですね、今、自分のパソコンにインストールされている ODBC のドライバーが出てきますので、まあ、これは利用するデータベースによってですね、えー、ODBC のドライバー入手して、まあ、インストールして使っていただくということになると思います。 で今回は Excel なので、この Microsoft Excel ドライバー、これを選んで用意しますということですね。で、次に。先ほど、セットアップというボタンが隣にあったんですけども、このセットアップというボタンをクリックすることによってですね、えー、どの Excel のファイルとこうリンクするのかっていうのがですね、こう出てきますので、まあ、こちらでさっきお見せした Excel のファイルをですね、 選んでいただいて、この Excel のファイルとつなげますという指定をします。ですので、NavisWorks のほうですね、このドライバーを選んだ隣に、ですね、セットアップというボタンがありますので、このセットアップを選んで、えー、こちらでですね、ブックの選択というのがあるので、これで先ほどのですね、どの Excel のファイルとこうつなげるのかと。 という形でですね、えー、選んでいただくので、NavisWorks のこのスナイキーステータスエクセルファイルというですね、まあ、さっきの Excel のファイルを選択します。で、OK と。で、これで Excel のドライバーを使って、Excel のファイルと指定されたです、ね、Excel のファイルとつながったという形になります。 じゃあ、ファイルとつながったので、次がですねこのつなげるときに一番重要な内容なんですけれども、SQL 文を使って、どういう関係性でデータベースと NavisWorks のオブジェクトをこう結びつけるのかっていう設定をですね行っていただく必要があります。で、この SQL 文のところにですね、こういった文を入れていただくことで、データベースとこうつなげていただくと。 いうことがです、ね、できるようになってますで、まあ、これはある程度、えー、SQL 文なので決まっている書式があるんですけども、えー、セレクトの星印、えー、フロム、なんとかなんとかと、えー、要はどのテーブルから、えー、情報をこう引っ張ってくるかという形なんですけども、このフロムの後のここ、えー、ここがですね、Excel の場合はワークシートの名前を指定します。 さっき、室内機状況というですね、えー、ワークシートの名前だったので、鍵括弧の室内機状況、えー、ドルマークで閉じて括弧を閉じると。まあ、こういった形でですね、ワークシートを指定します。で、このワークシートのテーブルのですね、どの情報とナビスワークスのオブジェクトの情報を結びつけるかっていうのをです、ね、その後ろで定義します。ホエアのえー コーダブルコーテーションでですね、えー、この Excel のところに、さっきあの要素 ID の値でですね、このオブジェクトを特定できるようにしているというような話をしましたけども、えー、データベース側のですね、要素 ID 値という項目で定義されているこの値とですね、このダブルコーテーションで要素 ID 値でイコールパーセントプロップ。 要はこの NavisWorks のプロパティの中のですね、要素 ID のカテゴリー。ここですね、このカテゴリーの名前です。このタブの名前。これが要素 ID になっているので、要素 ID。で、この中のプロパティとして、値というプロパティなので、値というプロパティに入っているものと、この要素 ID の値と同じもの同士をこう結びつけるということが、この SQL 文で,です、ね、定義されると。 という形になりますなので、えー、こちらですね、この下の SQL 文のところで、セレクトアスタリスク、えー、フロム、で、鍵括弧の室内機状況、で、ドルマークの鍵カ括弧ですね、で、ウェアの要素 ID 値と。 これはエクセル側のですね、項目の名前を今入れてます。で、それがイコール、パーセントプロップの、えー、今度はナビスワークス側のカテゴリーの名前ですね。要素 ID。で、これがプロパティが値というやつなので、これでエクセルの 室内機状況というワークシートの要素 ID1 の項目と、えー、ナビスワークス側のモデルのですね、要素 ID の値のプロパティが同じもの同士をこれで結びつけるという形でですね、指定がされるということになります。で、えー、次にですね、このフィールドのところで、このフィールド名のところにですね、 データベース側の項目の名前、えー、要はナビスワークスに表示したい属性、プロパティの内容の項目をです、ね、入れます。まあ、今回、ステータスと日時と担当者という情報が入っているので、えー、フィールド名のところにです、ね、ステータス日時担当者という形で入れます。でその隣にです、ね、表示名というのがあるんですけども、これがナビスワークス上で表示される名前になります。 なので、そのまま同じものを使っていただいても結構ですし、もし、このデータベース側の名前とですね、ちょっと変えた状態で、ナビスワークスに表示したいということであれば、この表示名のところを変えていただくとですね、ナビスワークスには表示名で指定された内容で表示されるということになります。なので、えー、こちらのですね、えー、ステータスで自動的にこの同じステータスが入ります。 で、こちらにあと11、そして担当者という形でですね、入れてやります。で、ケ、OK、ーと。で、これで設定ができましたので、えー、先ほどのデータツールのウィンドウに戻ってくるんですけども、このデータツールの中にですね、さっき名前を付けたリンクの内容が出てくるので、実際利用するものにチェックを入れることによって、 この設定が、えー、実際適用されてですね、えー、表示されるということになります。で、その上で該当するオブジェクトを選択してあげると、まあ、こんなふうにですね、えー、Excel のリンクっていうタブができて、えー、ここに情報が表示されるということになります。ですので、ここにですね、今作った Excel リンクっていう項目が出てきますので、これにチェックを入れて、 オブジェクトを下がってあげるとですね、ここに新たに Excel リンクっていうのがタブができていて、で、ここにさっきのステータス日時担当者という、こういった情報がですね出てくると,ということで、まあ、この情報はですね、Excel の方で定義していた情報を、えー、このデータツールスの機能を使ってですね、つなげることによって、えー、こういった形で表示されてきたということになります。 こんな形でですね、外部データベースのデータを NavisWorks のモデルにつなげてですね、属性を新たに追加して活用していただくということができるようになっています。まあ、今回 Excel でやりましたけども、もちろん他のデータベースでも可能なので、例えば Microsoft Access とかですね、そういったデータベースのデータともつなげて使っていただくことができます。でこちらはですね、ちょっとヒントということで、先ほどあの、 要素 ID とかエンティティハンドルを、えー、こう結びつけてですね、データをこうリンクするって話をしたんですけども、じゃあその要素 ID とかエンティティハンドルをですね、えー、データベースの方でこう書き込まないといけないので、まあ、そのデータをこう取り出してくるっていうことが必要かと思います。まあ、それは例えばだったら あればリスプとか VBA 使ったりとか、あるいはあのレビットであればダイナモを使えば要素 ID をこう抜き出すということはですね、簡単にできるかと思うんですけども、ナビスワークスでもえ実はやり方があって、ナビスワークスですと、選択インスペクターという機能を使うと、ですね、プロパティの情報をえ抜き出して表示して、さらにそのデータをですね、こういうふうに。 CSV に書き出すということができますので、CSV に書き出して、必要な要素 ID の値とかを取り出しておいてですね。で、それで使っていただくということができます。ちょっと簡単にこのやり方ご紹介したいと思うんですけども、例えばですね、NavisWorks の、ちょっとこれはオフにしておいて、NavisWorks のですねオプションエディターの画面で、 えー、クイックプロパティという機能があるんですけども、このクイ,プク,ロクイックプロパティの定義のところにですね、どういうプロパティの情報をこのクイックプロパティで表示させるかっていう設定ができるようになっています。で、今、項目カテゴリーの名前と要素 ID の値をですね、こう表示するっていう設定してあります。で、これはあの追加することができるので、 まあご自身で何か新たに追加してですね、えー、どういう情報をこう書き出、えー、表示するかというのを選んでいただくことができます。まあ、今回はこの要素 ID がメインなので、要素 ID を選んでおきます。で、このクイックプロパティの機能を使うとですね、このクイックルプロパティをオンにして、えー、オブジェクトにこうカーソルを当てると、クイックルプロパティで定義したプロパティがですね、こんなふうに。 オブジェクトにカーソルを重ねることによってこう表示されるというふうになっています。で、これを踏まえてですね、えー、このオブジェクトを選択しておいてとていうのがちょっとミソなんですけども、まあ、今回は目的のオブジェクトをちょっと選択したいので、えー、ちょっと前もって検索セットを作っておいたんですけども、要は項目の名前が こういう値を持っているものをオブジェクトとしてこう選択すると、こうまとめて選択するっていうふうに今してますで。これをすることによってですね、目的のものをまあ簡単に選択することができるんですけども、その上で、こちらの選択インスペクターという機能を使えば、今選択しているオブジェクトのクイックプロパティの一覧がこういうふうに確認することができます。 でちょっとこの一番上のはいらないので、これ消しちゃいます。で、こうするとですね、項目の名前と要素 ID の値がですね、こういうふうに目的のものを取り出していくことができています。で、この内容ですね、こちらの CSV のエクスポートという機能を使っていただくことによって、CSV のファイルに書き出していただくことができますので、これで書き出すことによって、えー、っとですね、こんなふうに。 CSV のファイルとして書き出すことができたということになります。で、これにですね、まあ、必要なあのデータ属性をこう追加していただいて、まあ、さっきのやり方でデータリンクを、えー、していただければ、NavisWorks のオブジェクトにです、ね、属性を新たに付加することができるということになります。で、 ここまでできたらですね、もう一つ多分欲が出てきてですね、このプロパティの値によって、オブジェクトの色を変えたいということが出てくるかと思うんですけども、まあ、そのための機能もですね、NavisWorks には用意されていて、外観プロファイラー、もしくはアピアランスプロファイラーっていう機能を使うことによってですね、プロパティ別、またはセット別に指定したものに対して、指定した色とか透明度を設定するということができるようになっています。 でこういった設定をしていただくことで、ですね、えー、その内容を反映することができますし、あるいはあのこのリセット機能を使えば、ですね、つけた色を1回解除するということもできるようになっていますで。やってみたいと思うんですけども、改めてさっきのデータツールの機能を使って、あちょっとこっちにさせてもらいます。室内機状況というのにしていたださせていただいて、えー、っと室内機状況というカテゴリーにですね、まあ、こういったステータスが今入ってますと。 いうふうになっています。で、このアピアランスプロファイラーの中にですね、カテゴリーとして、室内き状況というやつで、で、プロパティがですね、ステータス、ステータスと。で、等しいか等しくないかっていう設定ができるんですけど、ステータスがですね、例えば検査完了というものを 指定すると、まあ、この選択をテストってやると、まあ、該当するのが3つありますというような形で今確認できます。で、その該当したものの色を、例えば緑色で、透明度はこのぐらいという条件を追加することによって、この条件に合致するものを、この色と透明度で設定するというのがですね、できますので、でこれを実行すると、こんな形で。 該当するプロパティを持っているものの色が追加されたという形になります。でこれはですね、えー、設定を、えー、保存することができますので、前もって作っておいたんですけども、えー、この情報をですね読み込んであげれば、こういった形で設定しておいたステータスによってこう色分けするという情報をです、ねえー、こう今取り込んできてましたで。ここでちょっと一注意点としては、 上から順番にこうどんどん実行されていくので、もし同じプロパティがこう重なるようなオブジェクトがあった場合には、ですね、最後の内容で上書きされてしまうという形になるので、そこはちょっとご注意いただければと思います。で、この内容で実行すると、こんなふうに、えー、ステータスの状況によってですね、えー、色分けがされるということになります。でもちろんこれはあの外部ツールで、データツールで設定したプロパティだけではなくてですね、 もともと持っていたプロパティで設定することもできるので、例えば NavisWorks の方で、レビットのパールを読み込んだときに、えー、このダクトに、えー、排気、外気、吸気、換気といってですね、こういった情報をもとに色分けしてくれってやってあげれば、こういった形でですね、NavisWorks の方で、えー、内容によって色分けしていただくということができます。で、これを解除する場合には、ホームタブのすべてをリセットの外観っていうのをですね、えー、選んでいただければ、この 色の情報はリセットされるということになります。で、こうして作った情報、えー、データツールスでつけた属性情報とか、こういう外観の色とかですね、こういった情報は NWD のファイルに書き出すときにですね、えー、ちゃんとこういう情報を持った上で書き出していただくことができるので、NWD のファイルを書き出すときにですね、このデータベースプロパティの埋め込みっていうのをチェック入れていただくと、 データツールスで付加した属性を追加した上でですね、NWD のファイルに書き出すことができるので、まあ、それを NavisWorks のフリーダムでですね見ていただくことができます。なので、えー、今、こちら、室内機状況っていうデータツールの情報が付加されてるんですけども、出力の NWD で、このデータベースプロパティの埋め込みですね、これにチェック入れていただいて、書き出すことによって、 えこちらですね。えー、っと、デスクトップの、えー、この NWD のデータを開きますと、まあ、この NavisWorks フリーダムの無償のビューアーの方でですね、開いていただくことができますので、でこちらの方でですね、まあ、こんなふうに、まあ、さっきつけた色の状態で見れますし、さらには、えー、っとこの、えー このカテゴで、すねで、室内機情報っていう、さっきのステータスとかですね、えー、こういった情報がちゃんと埋め込まれた形でですね、NWD のデータで書き足されてますので、まあ、この状態で、えー、関係者にですね、この情報を見ていただくという形で使っていただくことが可能です。 はい、ということで、ですね、えー、今日、えー、こちらのセミナーでは、ナビスワークスの最新バージョンということで、ですね、ナビスワークス2022の、えー、新機能と、まあ、それから属性の付加という形で、ですね、えー、リンクの追加とカスタムプロパティの追加、それから、えー、データツールスを使った外部データベースの属性を、まあ、こう追加して、リンクさせてですね、えー、活用すると。 そして、まあ、それに状況によっては、えー、プロパティごとにこう色を変えてです、ねえー、表示すると、まあ、そういったやり方をご紹介させていただきました。はいえー、ということで、まあ今日私の方でです、ね、用意した内容は以上になりますので、えー、何かもしご質問があったら、えー、QA の方にですに、ね、入力いただければ、えー、ちょっとお答えさせていただきたいと思います。ちょうど1個、えー、ご質問いただいているので。 えといただいているご質問が、エクスプローラー、ビーム360内のパスをリンクにして、えー、特定の階層のホルダーとモデルを紐付けることはできるでしょうか。えっ、ー、と、ビーム360上の、えっ、ー、と、何かドキュメントとかですね、そういったものと結びつけたいということでしたら、それはできます。 VIM360 の,360の方でえっで、と、パブリックアクセスという形でですね、えー、URL を生成する機能がありますので、それを使って URL を書き出していただいて、それをさっきのリンクを追加でやっていただければ、ですね、VIM360、えっと、のアクセス権がない方でもあの、そのドキュメントをですね、こうダウンロードすることができるという形の仕組みが取れますので、それをやっていただければ大丈夫です。 次のご質問がですね、追加したプロパティは、レビットのプロパティに反映はできませんかと。そうですね。あ,のあくまでもこれはナビスワークス上で追加しているプロパティなので、これはレビットの方のプロパティに反映するっていうことはできません。それは無理ですね。まあ、もしそういうことをやりたいんでしたら、やっぱりダイナモとか使ってですね、ちょっとカスタマイズしていただく必要があるかと思います。 じゃあちょっとまだ時間がありますので前回1月にちょっとセミナーやった時にですねいただいたご質問があのアンケートにご,ご記入いただいたご質問があってまあ担当者の方からあのご回答を差し上げているかと思うんですけどもまあちょっと皆さんにも参考になるかなっていうのがあるのでまあちょっとご紹介させていただこうかなと思います。 前回いただいたご質問の中にはです、ねえー、構造モデルと設備モデルでそれぞれタイムライナーを設定した場合に、その2つを統合したときにちゃんとタイムライナーの情報も、えー、統合されますかというご質問だったんですけども、これに関しては、ですねナビスワークスのオンラインヘルプの中に、タイムライナーデータのマージっていう項目があって説明されていまして、えーまあ、その動作になります。 でちょっと分かりにくい日本語に書いてあるんですけども、簡単にまとめると、ですねそれぞれタイムライナーのデータが全く関連性がない場合、例えば構造モデル用のデータのスケジュールを作って、それから設備のモデルは設備のモデルでデータソースを作ってやっている場合には、ですねその2つのファイルをマージして、ドッキングしてもですねタイムライナーのデータは統合されません。 元のデータが残っているだけという形になります。ただ、えー、その2つのタイムライナーのデータセットにです、ね、同じリンクが含まれると。例えば、えー、元のデータソースが同じものをそれぞれ使っている場合にはです、ね、ちゃんと、えー、マージされますので、まあ、もし後々こうそれぞれのモデルのタイムライナーの情報をです、ねえー、統合する必要があると。 いうことであれば、まあ、それぞれスケジュールを元のデータをですね、同じにしておいて使っていただくと、えー、それが可能になります。えー、どんなことかという、どういうことかというとですね、ちょっとやってみたいと思うんですが、えー、こちらのナビスワークスの方でですね、えー、ちょっと時間もないので、もう 出来上がってる方だけでちょっとご説明しますけど、例えば、えー、と今、構造モデルのファイル開いてきて、こちらの方で、えー、こんな風にスケジュールがまあ作ってありますという形ですね。で、これは統合スケジュールという形でですね、あの構造モデルと設備モデルで共通のスケジュールで今作っています。で、もう一つ、設備の方で、 ファイルを開くとですね、設備の方は設備の方で同じスケジュールをベースにこう作ってやると。で、この状態で NavisWorks の追加でさっきの構造モデルを追加すれば、こんな風にちゃんと同じような方、それぞれの2つのスケジュールががっちゃんこされてですね、えー、こんな風にちゃんと構造のモデルも設備のモデルもですね、えー、くっついた状態で再生することができると。 いう形になりますので、まあ、ちょっとあのタイムライナーの情報がです、ね、それぞれのモデルで別々の情報を持っている場合には、こんなふうにあの統合はされないので、ちょっとご注意いただければと思います、はいえー、っといただいたご質問が、ね、PDF のリンクをつけた NWD を外部に提出したいのですが、PDF のリンクのパスを相対パスなどにすることは可能でしょうかと。 とということなんですが、えっと、相対パスにはできないので、もしはその PDF のリンクをつけるということであればです、ね、例えばその PDF のファイルを、えーまあ、さっきもありましたけど、BIM360 のようなクラウドのサービスにアップいただいてです、ね、URL パスでこう指定できるような形で NWT を作っていただければと思います。 それからまだちょっと時間ありますね。えー、もう一つ、えーと、前回のセミナーのアンケートでご質問いただいてたやつがあったんですけども、ナビスワークスの方から FEX のファイルを書き出しますと、まあ、その時にに Y アップの設定は可能ですかと。まあ、結構あの相手側のソフトによってはですね、えー、Y 軸がこう上方向になってないとあのうまく。 できないというのがあるかと思うんですけども、まあ、その関連のご質問だと思うんですが、ナビスワークス標準の FBX の書き出しの機能にはですね、えー、ワイアップの機能はないので、残念ながら対応できません。ただ、えっと、サードパーティーの会社がですね、ナビスワークスから FBX のファイルを書き出すアドインを出されていて、FBX コンバーター4オートデスクナビスワークスっていうやつなんですけど、こちらの方にはですね、今ちょっと画面出てますけど、 えー、YZ の軸をですね反転させるっていうオプションがありますので、まあ、これを使っていただければ、えー、目的の内容はですね、えー、できるかと思います。はい、じゃあもう一つ、えーと、これもアンケートでご質問いただいていたんですけれども、断面化を有効にしても、何も表示されなくなったりすると。 まあちょっと断面化の使い方がよくわからないというご質問だったんですけども、えっとまあ、ちょっとどういう状況なのかにはよるんですけども、まあ、ちょっと断面化を使うときの一つのコツとしてですね、えー、断面化を有効にして、その後にですねこの移動か回転っていうのを選んでいただくと、こういったギズモが表示されますので、どこで断面してるか、断面 化されてるかっていうのが分かりますので、まあ、そのギズムを動かすことによって、ですね、えー、どこをこう切るかっていうのが指定できます。で、さらに断面化のところにですね、えー、どこの位置で断面化するかっていう設定があって、その中にサーフェイスに位置合わせっていうのがあるので、これを選んでいただくと、その選んだサーフェイスで断面化するっていうことができますので、もし、あのー、今自分がどこで断面化されているのか分からなくなったっていう場合にはですね、 このサーフェスに位置合わせを選んでいただいて、切っていただくと分かると思います。例えば、えっと、今こんな形でですね、えー、っと、断面化を有効ってやると、まあ、断面化されてるんですけど、今、ちょっとよく分からないっていうときにですね、この移動っていうのを押せば、この断面化の、あのー、ギズモが出てくるんで、まあ、これで動かすっていうことができますし、さらには、この位置合わせのところでですね、 サーフェスに位置合わせっていうのを選んで、例えばこの面を選択してあげれば、この面で断面化をするということができますので、こんな形でですね、あのどこ断面化してるかわからないっていうときにですね、こういった形で調整いただければ、えー、使いやすいと思います。はい、えー、時間になりましたが、最後にもう一つご質問いただいているので、おえっ、ー、と、ちょっとうちの社員から。 ご質問いただいたんですけども、さっきナビスワークスで相対パスの指定ができませんかというところがです、ねえー、あったんですけども、すみません、私できないって言ってしまったんですけども、えー、とナレッジネットワークの方に、えー、その設定ができるということで、えー、書かれているみたいですね、えーと。こちらのオートデスクナレッジワークの方にですに、ね、ファイナルリンクを相対パスで設定したいと。 とというところで、えーと、そのやり方が、えー、こういった形で指定されていて、ですね、まあ、こんなふうにあのドライブとかをちょっと省いた状態でですね、相対パスで指定していただければ、えー、できるということなので、えー、ちょっとご活用いただければと思います。えー、情報ありがとうございます。 はい、ということで、えー、ちょうど時間にもなりましたので、えー、今回のセミナーは以上ということにさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。